ついにバンブーフォレスト2号店がオープンしました。商売繁盛で何よりやわ。リョーマハン、儲かったお金は何に使うん？特に考えてなかったですね。世間一般では趣味につぎ込む人が多いにゃ。推しのグッズを買い漁るにゃ。あとは旅行とか美味しいものを食べたりとか。お年寄りになると孫を可愛がるのにお金を使わはる人もおるね。次回はその辺の要素が大体網羅されてます。にゃんと盛りだくさんにゃ。龍馬と新たな出会い、お楽しみに。そんなに盛りだくさんやのに30分枠で収まるん？誰かが何とかしてくれます。